清水藤太郎3月30日から1976年3月1日は、日本の薬学者、薬剤師、薬学博士、帝国女子医学薬学専門学校教授を経て、東方大学薬学部教授、神奈川県薬剤師会会,会長、中央薬事審議会委員、小細委員薬物調査員などを歴任。日本薬師学会を、 朝日奈康彦らと共に設立。国際薬師学会アカデミー会員。日本薬学会名誉会員。日本及び各国の薬局方に精通し、薬学ラテン語、和漢薬、薬剤学、薬師学など多岐にわたる専門書を表したほか、官方医、湯本九神に支持し、薬剤師の立場から官方復興にも尽力した。作家の北林東馬は義理の弟にあたる。 清水富士太郎は、1886年宮城県仙台市で長尾喜平太の長男として生まれる。1902年家庭の事情から尋常中学校を中退し、仙台医学専門学校薬学科教授の佐野、吉職の女子として勤務しながら、独学で勉強し、19歳で薬剤師国家試験に合格したが、未成年の薬剤師登録が認められなかったため、 見習い長在師として、県立宮城病院に勤務した後、20歳の時、佐野義職の推薦で、神奈川県衛生技師に就任して、薬事衛生行政に従事する。1912年、神奈川県庁衛生課に勤務していた藤太郎は、横浜芝下道で、上級平安湯本保、木の国屋役法経営していた二代目、清水英介に壊れて、娘婿として養子に入る。 その後、藤太郎が近代的な薬局へと店舗の改装を図ると、家電薬の蒸気病安油の評判が上がり、店舗名も平安堂薬局に改称した。また、写真館ではない店舗に暗室を設け、現像、焼き付け、引き伸ばしなど今日の DPE の元祖となる営業を日本で初めて行ったのは藤太郎だと言われている。1929年には、 神奈川県薬剤師会会長に就任し、1947年までの18年間、県民の保健推進、医薬分業の啓蒙活動などに尽力した。薬局の経営に従事する前の1928年、牧野富太郎を講師とする横浜植物会に入会し、植物分類学の研究を始める。同年、東京にも植物同好会ができるとこれにも入会し、 この会を通じて、朝比奈康彦との地具を得る。1929年薬局経営の傍ら、当時鎌田にあった帝国女子医学薬学専門学校の教授となり、薬剤学、薬局経営及び商品学、薬学ラテン語などを講義し、その期間は戦後奈良市のに移転し、東方大学薬学部に至る40年以上に渡った。学問的には、 特に世界各国の薬局方に精通し、第5改正の日本薬局法が発布された後に、日本薬局法調査委員に就任、公定所省審議会委員、中央薬事審議会委員を歴任し、第8改正までの局法改正に従事した。戦後、1949年に薬剤師国家試験制度が導入されると、広く薬学教育を行う必要性を感じて、 月刊し、薬局を創刊して自ら主観となり普及啓蒙に尽くした。また、薬師学に関する業績も多く残している。教授であった機関を中心に、蒸気分野に関する多くの専門書を表している。1930年古法派の湯本九心に支持して、漢方医学の臨床を学び始め、1934年には、同門の大塚隆史夫 厚生派の矢数道明らと共に、日本漢方医学会を結成し月刊し、漢方と漢訳を創刊した。拓大講座1935年には、矢数道明らと共に、漢方医学講習会を開催するための団体、開講学園を結成し、拓職大学の行動を会場として、翌年第1回講習会を開催。藤太郎は、第1回より、 漢方薬物学の講義を担当した。第一回の聴講者からは、後の漢方会を担うたつのかずおや大見三郎が、排出されている。当時、東山光に傾倒していた、拓大学長の永田秀次郎に、東山光の額を送ったこともあって、ただならぬ団体と思われたのか、翌々年からは、拓職大学漢方医学講座として、正式な講座に昇格し、 太平洋戦争前から、戦中の1944年までに8回、戦後1949年に9回目が開催され、多くの参加者を集めた。藤太郎の講義内容は、1941年に、国医薬物学研究として出版されている。その後、この講習会は、津村順天堂二代目、社長津村従者の助力を得て1959年に、設立した。 漢方友の会の漢方医学講座に引き継がれていった。漢方診療の実際藤太郎は、厚生派一貫堂の八和同名、古法派の大塚隆史夫子、折派浅田流の木村長久と、3年の歳月をかけ、毎月各自の分担原稿を持ち寄って、互いに遂行を重ね、1941年10月に漢方診療の実際を観光する。藤太郎の分担は、 漢方薬物会格論、漢方術語会などであった。本書は漢方の専門用語はなるべく用いず、格論は当時南山道から出版されていた内科診療の実際に準じて病名を中心に書くよう南山道から要望されていた。このため現代医学を収めた医師であれば漢方用語が分からなくても理解できたので広く読まれ、番を重ねた後、 1954年に大幅改定され、さらに1969年には西洋医学的な新知見も加えて漢方診療移転として発行された。漢方診療の実際の初版は今日の日本で初めて現代医学の病名による漢方治療の対抗を整理したものとして評価がされており、また中国でも受け入れられ翻訳本は10万数部が発行されているほか、 韓国語、フランス語、ドイツ語にも翻訳され、これらの国で東洋医学が再認識されるきっかけともなった。藤太郎は1942年に帝国学士日本科学士編纂職卓となり、紀元2600年記念事業として編纂された、明治前日本薬物学士の第一巻に薬物受給士の執筆を担当。 1948年から1951年には、小燥院薬物調査に加わり、小燥院薬物に、小燥院薬物の指摘及び商品学的考察を執筆。藤太郎の学位論文となった1949年発行の日本薬学誌は、不及の名作と評価されており、朝比奈康彦は本書の序文で以下のように称賛している。 味として従来ありがちな政府並びに支配、階級のみを中心とする記録の年代的羅列を超越し、経済的制御としての薬業の発展に論及していることは、更新を悲劇すること多大である。日本薬学史の上より一部引用学位論文としては、日本薬学史が東京大学に1951年3月受理されている。1954年には、 朝比奈康彦、木村武志,志郎らとともに日本薬師学会を設立し運営に携わりながら多くの発表を行った。1971年にプラハで開催された国際薬師学会に日本代表として参加しオランダにある国際薬師学アカデミーから薬学の歴史に最も精通している人として万国薬師学アカデミー賞を授与された。また、 日本薬局放送案の寄贈など日本の薬事行政に貢献したアントン・ヨハネス・ゲールツを長年検証し、現在、母姫は藤太郎が元会長であった神奈川県薬剤師会が管理している。晩年は日本で初めて常設の薬の資料館となる内藤記念薬博物館の企画、運営に協力し、また平安道文庫として藤太郎が生涯収集した 本草書や古遺書などの蔵書のほとんどを同博物館に寄贈した。1975年6月30日に朝比奈康彦が没し藤太郎は空席となった日本薬師学会の二代目会長に就任する予定となっていたが、翌1976年3月1日心不全のため横浜赤十字病院にて逝居。去年89。藤郎は 清水調剤学において、処方箋受付から調剤について心得から実際を詳しく述べている。調剤の意義については次のように述べている。調剤は不幸にして病魔に侵された同胞を救う、業務であるから、薬剤師は常に患者に同情を持ち職務に忠実で、あって、人の信頼を失わず、活発であって注意深く、敏速であって精密に行う習慣を養わねば、 ならない。薬剤師は常に注意して薬局内を整頓し、清涼な薬品と優秀な器具を準備し、持て完全なる薬剤師たると同時に薬局の性を増大に務めるを要する。業務が人の生命に関するものであるから、調剤そのものよりも責任が重大である。すべて薬剤師は薬局内における法律上及び道徳上の責任を負う。欧米では 薬剤師検証在シックスオブファルマシアというものがあって薬局業務を規制している。ありがとうございます。